はい、皆さんこんにちは。ファミタップスターズターザンママゾンです。そして高坂井です。あの山本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日ははい2018年最初のモンダマガチャということでね、来ました恒例の、はい、毎月恒例、はい、モンタマチャレンジ、はい、ということでね2018年川口市引いていきたいと思います。ミッション、はい、もう俺入ってねえや。確率表記しろ確率表記無料で引き上がっちゃうからね、あのないらしいから、そこは、はい、あれ大丈夫なんですね。ということで今回は野村が X、ロビンフッド、確率値みたいな感じね。なるほど。ここのレベル5まで貯めるとね、はい、野村 X は持ってるんですか。野村 X は持ってる。じゃあ俺引くしかないですよ。ロビンはいるんですよね、はい、ちなみに出ないやつは今がチャンス。はい、はい、吉田松陰とか高杉とかペリーも出ないから、あのめっちゃ新しいやつね。そう、あとアップとかも出る。マナそういうことで、じゃあ狙っていきましょう。まあまあ俺は基本的に持ってないやつではもう勝ちだから。まあそうですね、持ってないの欲しいですね。はい、じゃあ行きましょう。で、はい、今日珍しく俺から。そう、大体いつも俺が最後に引いてるけど、今回はちょっとやっぱ流れを変える、うん、流れ変えよう。頼むマジで、頼む、流れを変える。これ本当俺の1ヶ月に1回の楽しみなんだから。信長うんだよ。野村がベートーベン。かぶらすなそこ。ああ。何このあっていうの。ああ持ってない持ってない。あ持ってないですか。持ってないます。ヘラヘラヘラ。はい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 。ヘラってんな。ヘラ。ちょっとこいつ能力なんだって。マイン重力あの覚えてね。メテオマイン重力。ああ。ちょっと紙切るとマイン重力。あーでもまあまあいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ゼウスの嫁さん、うん、なるほどね、うん、まあ見ないだけで、うん、なんかまあ書いてあることは強いかなって感じはするね。悪くないですね。まあ攻撃力ちょっと低いけど、はい、わ悪くないですね。はい、ありがとうございました。おはようございます。じゃあ次は誰。ございます。俺か、はい、宮坊です。宮坊です。はいはい、ということで次は宮坊が引きます、はい、え、なにそれ。さすがお兄様引いてみせましょう。恐れっこで今並べてるやつね信じてる、はい、達也を信じるわ。情報じゃねえわじゃねえわ引けねえわ、はい、達也を信じますよ。はい、川口市行って狙い更新曲嬉しいですね。よろしくお願いします。お願いします。ほい引っ張れ。さすがお兄様くるりとな。だめ、オペをする。じゃあ惜しいわありがとうございます。龍馬かっこいい。かっこいい、課長かっこいいわ。久々に見たなこれ。教科書から消えたという坂本龍馬。そうですね、消えたら消えるのか。でも俺の心の中にずっといるからこいつは。よかったはい、ということで、はい、次はじゃあ小川さんお願いします。はい、はい、お願いします。さあ次は小川さんが、はい、ね、引きます。お願いします。小川さんは1体持ってる、持ってますんで、はい、2体目、はい、2体目、運極、はい、運極目指して運極すげえ。確率中見たことねえよ。最高何体出た人いんのかな、ね、多分ね、この世にはね4体はいると思う。4体いるかな多分ね。いや、わかんないけど、わかんないけど、世の中にね、予想、予想、いろんな人がいると思うんだよね。確かに、もう薄いとこ引いてくる人がね、うん、フリーズ、あー、フリーズね。なるほど、なるほど。重心化してないからまだ。ほうほうほう来ないの。そう、うん、そうですね。割と最近のイメージだ。もうだいぶ昔じゃないですか、もう。中盤ですね。もはや。もはや。結構だいぶ昔。イサナミゼロの時っすよ。イサナミゼロ出た後ですから。まだロレレが強いって言われていた時代だよ。うん、ほら。ありがとうございます。じゃあさん。はい。じゃあ次は、タイガー桜井。ありがとうございます。さあ、ということで、最後タイガー桜井が。ドラえもん寂しそうなんやけど。かわいそうだろ。小川さん持ってるからさ。関係ない。小川さんと同じ気持ち。同じ気持ちなの。あ、一人一人って。いやいやじゃあもしこれで引いたらこれどうちゃん二人になるってこと。あ、なるわ。よし、じゃあそしていきます。寂しそうだな。ちょっと待って、ね、やっぱいつもと違う感じで引かなきゃいけないと思うんでね、いつもそうだね。この調子で行って出てないからね、長さがしてる。そうだね、ガムテープあるよ。ガムテープどうすか。いつも腕はめてんだよ俺。ティッシュあるよ。ティッシュか。おティッシュで、おほんのそうじゃん。ティッシュで拭く、拭きながら、お反応してる。
これで、邪念を消してると思うんだよね。ティッシュに、ティッシュで。やっぱ白ってなんかす、そういう、なんか浄化してくれそうだよ。おい、ああローズ、はい、ローズ桜木リリーちゃん、やっぱりこのねローズ、モンスト戦隊シリーズは怪しいと思うんすよ。ああ、まあ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 、多分また3体同時にやるやつでしょ、これ。待ってる人もいそうだよね。お待ちしております、はい、というわけで、自撮りしてんじゃん、リリーちゃんはね自撮りしてるよ。リリーちゃんでもやっぱなかなか、やっぱモンスターストライクの中だったら非常に可愛らしい見た目してると思うんで。そうだね、はい、インスタ映えですね、はい。進化と神化のイラストの違いがあんまりないというような懐かしいタイプのやつですね。可愛いからね、悪くないですね、悪くない悪くない。ということで、皆さんのところに1ヶ月違いが来ますよね。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。してない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。来月絶対出します。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。世界の形が